二代、坂口平米2月15日昭和61年2月17日は、日本の実業家、政治家、坂口合名会社、代表社員会長、米子商工会議所名誉会頭、衆議院議員、陽明聖太郎、2月15日鳥取県米子市小高町に、初代、坂口平米の長男として生まれる、3月鳥取県竜米小中学校卒業、 島根県氷川郡大社長大村慶造6女、雅子と結婚3月、明治大学政治経済学部卒業、11月、坂口商店監査役、12月広島電機監査役、2月米子成功所取締役社長、6月坂口家家督相続、タバコ元売り8人指定、財団法人、坂口小学館長、坂口豊蔵死去。 10月参院土地取締役。1月会計温泉土地取締役。2月、坂口合名会社代表社員社長。4月日本製紙常任監査役。7月那後交通取締役。10月日本畜産協会評議員。12月、坂口合名本社ビル竣工、10月沖電機監査役。1月那後銀行取締役。3月那後商工会議所顧問。7月初代。 坂口平米死去。8月三院水産取締役。9月日本製紙取締役社長。12月上山を、米子市へ寄贈。1月博愛病院取締役。3月、名称霊音監査役。5月米子市農会会長。8月15日から襲名により、聖太郎を、平米と変更する。10月米子銀行頭取、1月鳥取県三輪会評議員。 3月米子信用組合理事、6月広島電気取締役、1月帝国在京軍人会松江支部顧問、12月大政翼三会鳥取県支部顧問、3月米子商工会議所会答、6月米子銀行、松江銀行と合併参院合同銀行となり、取締役、衆議院議員当選5月、衆議院議員当選、9月米子造船所社長、 10月参院日日新聞社取締役社長。1月公職追放。10月米子木材取締役会長。12月鳥取日産自動車販売取締役社長。11月昭和天皇産飲料公財所となる。4月鳥取県柔道連盟会長。12月参院石油取締役社長。7月公職追放解除。米子商工会議所会頭。 10月よ名後新洋金庫理事。7月よ名後ロータリークラブ創立会長。参院日日新聞社取締役会長。右から野坂康久。坂口平兵衛、青時三郎。高松の宮信人新郎。青と昇、る。小田治む。野坂一郎。伊坂貞吉。野坂幹事12月ラジオ。参院取締役会長。8月鳥取県商工会議所連合会会長。 3月鳥取県市に要保障協会会長。2月中国地方生産性本部理事。鳥取県支部長。3月ウラン工業取締役社長。4月米子電話会会長。6月鳥取県観光総合審議会会長。中海ブロック協議会会長。1月生産性本部。中国地方経済開発視察団団長として、欧米各国を視察。 5月、米子高島屋取締役会長。9月、非公館、スタジオ取締役社長。11月、米子郵便協力会会長。1月、参院石油取締役会長。2月、米子ゴルフクラブ取締役社長。米子カントリークラブ理事長。10月、母大地震三寺本省再域審。10月、中国地方経済連合会理事。国鉄関西支社評議員、3月。 大戦ゴルフ取締役社長。3月米子国際ホテル取締役会長。5月蘭受報奨受賞。5月日本放送録音取締役会長。1月浦千家炭鉱会参院地区名誉会長。米子支部名誉顧問。2月、坂口合名会社代表社員会長。君山党局日中受賞受賞。6月米子空港ビル取締役社長。 3月、米子ゴルフクラブ取締役会長。4月、米子商工会議所会頭退任名誉会頭、顧問。4月、勝田神社に、東道楼法能。4月、鴨神社天馬宮に、東道楼法能。6月、大仙ゴルフクラブ名誉理事長。日本金印普及功労賞受賞。10月、昭和天皇国体に、来県特別放送。 昭和天皇より昭和22年には温かく迎えてくれてありがとう。どうですかその後の健康は二人揃ってきてくれてありがとう。どうか大事にするようにとお言葉を賜る。1月29日鳥取大学医学部に入院。2月17日からエミ去年80。開明は天徳院栄誉券だけ今ことこじ。特使により14位を賜る。 日本キー名誉七段を追贈される。関西キー名誉七段を追贈される。平米によれば、その頃の私は一種のやんちゃもんでして、柔道家の山根、佐伯、長見というような荒くれ者とばかり付き合っていました。急に私が帰らなくてはならなくなった。先代の合名社長豊蔵が59歳で、昭和5年に死亡し、私は豊蔵の養子になっていた。 25歳だったが相続することになった。相続は財産を受けるのが当たり前ですが、私は十に余る会社の社長を引き受けた。それは借金を引き受けるということで苦労を相続したのです。昭和6年は日本史上かつてない不景気な時代で、キーと成功書、電気会社も苦労しました。時には10日もまともに食事をしない日がありました。その当時、 国家が手厚い保護の手を述べてくれ、電気も成功書もキート事業も、元金に損害を与えずに合併することができたのです。合併とは、経営を譲ったということです。数との被害者も出さずに、利益を供与して解散することができた。これは珍しいことです。不景気でいかん時だったしね。そんな時に、世界大戦が起き、政府が手厚い保護をして合併させて、 銀行も事業も無傷で済んだ。その当時の政府も偉かったですね。という、坂口商店家系、坂口氏は、反省時代、沢屋と小紙面、木綿仲買業を営んでいた。米子の木綿問屋、仲買には18世紀から19世紀において変動があったが、幕末の木綿買付け問屋は、約30件あった。現時元年の米子地方木綿問屋37人の、中には、 沢谷平米、沢谷荷門沢谷聖太郎の三人が名を連ねている。与那子の商家ではまず中堅クラスだった。坂口財閥といえば、戦前は全国的にもよく知られた存在だった。参院において財閥と呼ばれたのは、この鳥取、与那子の坂口家だけであろう。坂口家は単に資産家、豪族というだけでなく、様々な事業を起こし、積極的に手を広げていった。 後に大企業に成長する源流もいくつか手掛けている。この坂口家の積極的な経済活動が地元経済をリードしたから、米市が参院の大阪と呼ばれるようになったとも言える。古老に聞く、弓浜半島に一代で、米那子の大富豪となった初代の坂口平米さんも、若い時は籠を背に追い、面はないかいなぁと一軒一軒朝早くから、 弓浜の農家をわらじばきで歩いたものだとの話が出ている。父初代、坂口平米坂口家は、江戸時代後期に、沢屋の野望で、麺、木麺の中外商を始めた。以後醤油の醸造、薬用人参の販売などを行うが、坂口財閥と呼ばれるように家業を発展させたのは、初代平米である。平米は、明治18年19年から、地下の暴落に着目して、 土地の買収に乗り出し、ついで養蚕製資業、そして明治27年には、那子銀行を設立した。次が鉄工業で、官営の旧広島半製鉄所の払い下げを受け、広島県の中国山脈部に散在する十五の工場で砂鉄を原料に連鉄、玉鋼の生産を始めた。さらに那子に製工所を作り、連鉄からルツボ法を用いて工具工、 はものこを生産、ハトインの商標で市場に出し、これが民間におけるルツボこの講師と高い評価を受けた。従来からの家業の方も、酒、醤油の醸造、砂糖、麺製品、石油の取引を営む坂口商店を合名会社に組織し、扱い商品を拡大していった。さらに水力発電の必要に着目し、産院電気を創設。 日野川水系に発電所の建設を始めた。明治42年、平米は渋沢栄一を団長とする都米日業団に、製紙業者の代表として参加し、3ヶ月にわたり、アメリカを視察した。米子市長を務めた野坂幹事によると、米子の事業といえば、坂口家の事業と直結するほどに、先代平米沖縄、事業家であった。銀行、電気、漁業、製氷、 一つとして、その主導力でないものはない。特に家業の生死業は日本で有数であり、醤油醸造も地方王者の一人である。正気をつかみ過断結構。とてもどえらいことを、不足から聞かされていたから、笑顔で我ら子供にわかるように話していただいても、万事近寄れなかった。今日でも、石橋は君氏描く肖像の前では、冗談も言えない。という、洋夫、坂口と夜長男。 平義郎と二十三代目、田辺長衛門と二十二代目、田辺長衛門、ありがとうございます。